一列に並んでね。準備はいいかな？じゃあ行きますよ。はい、1、2、3、4。はい、みんなで続いて。ララ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 ラ。パチパチパチ。はい、みんなよくできてますね。それじゃあもう一回行きますよ。次はもうちょっと元気に。ララ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 。はーい、元気でいい感じですね。みんなすごく上手ですよ。はー、楽しい。幼稚園の先生になったみたいですっごく楽しい。母性本能、これが母性本能なんだね。絶対ちげえだろ。お、ほらダメよ、はずきちゃん。先生にそんなこと言ったらね、なんだからね。おい、ナッツ、ご自慢の腕力であいつなんとかしろよ。毎朝こんなだるい儀式やらされてたらたまんねえぞ。だってシナモンお姉ちゃん断るとすごい悲しそうな顔するんだもん。僕あんな悲しそうな顔されたら無視できないよ。ショコラは楽しいよ。なんか学校みたいで。あ、学校なら給食の時間だよね。ご主人様にケーキもらってこよ。給食。ショコラはいつでも前向きだね。本当に癒される。よしよし。無理よ、無理無理。何言ってんの、バカじゃないの。お、私いろいろと本気で練習始めてちょっとしか経ってないのよ。人前で披露できるようなレベルなわけないじゃない。メイプル、落ち着きなさい。そんな大声を出さないの。それに兄様はこういう話があったと言っただけでしょ。それはそうだけど。で、私に人前で歌えってどういうことなの。その余興で私に歌えっていうの？そんな急に言われてもね。そんな大事なパーティーなら素人の猫の歌なんて場違いじゃない。なんでそもそもそんな話が出るのよ。それでこの間の私が歌ってる動画でも見たって？こんな話とか軽々しく言われても。どうしたのです？メイプルらしくもない。歌をやると決めたのでしたらやってみたらいいではないですか。私はメイプルの歌は外に出して恥ずかしいとは思いませんよ。さっきも言ったけど、私はちゃんとやろうと思ってからまだちょっとしか経ってないし、こんな状態で人前に立つとか練習不足でその段階じゃないわ。さ
すがに自分のことくらい自分でわかるもの。それはそうかもですが、先方だってメイプルの歌を聞いてのお話なのですよ。だったらそれがすでに間違いだっていうの。それにそんな大事なパーティーならプロの歌手に頼んだ方がいいわよ。メイプル、謝ることじゃないけど、そろそろお店開くし表出るわね。まあ確かにまだ早すぎたかもしれませんね。メープルお姉ちゃんなら喜んで受けると思ったのにな。確かにメープルらしくないに一票。そうだよね、上手なんだから歌っちゃえばいいのに。ま、何選んでも本人の自由だからな。外野がやいや言うことじゃねえよ。んなことよりも店開けんぞ。準備いいか？ようかしょう。今ちょっといいか？まあ大したことじゃねえんだけど、念のためと思って。プルメをさっき配達に出したんだけど、遅えんだよな。まああいつも一応は鈴持ちだし、別に何かってことはねえと思うんだけどよ。一丁前にナーバスになってやがったから一応な。ま、一応年長者なもんでな、仕方ね。どいつもこいつも子猫ちゃんで手がかかるかんな。できる限りはやっとくけど、そんな遅くなんなよ。歌唱の代わりができるほど信用されても困んぞ。ご主人様、お出かけですか？はいはい、さくらも一緒に行くの。ショコラは私が任された。ご主人はどうぞ買い出しへ。はいはい、お土産期待してる。ま、あのおせっかいが箇所って感じだよな。ご主人はハーレム体質の猫たらしだから仕方ない。お兄ちゃんは僕たちに優しいだけでしょう。猫思いのご主人様だからみんな大好きなんだしね。そうだよね、私だって
めいちゃんの親友なんだから。箇所。何よ、心配して探しに来たの？ほんと心配性でおせっかいね、箇所は。私、まだ自分を信じられない。みんなが私の歌を褒めてくれたけど、箇所とシナモンがうじうじしてる私の背中を押してくれたけど、でも私、まだそこまでの自信が持てない。恥をビビってる。あんたが。今のめいちゃん、ダッサいね。え？シナモン？めい
ちゃんの夢ってそんなもんだったんだ。今のめいちゃん、言い訳ばっかりで、すっごい格好悪いよ。シナモン。違うわよ。私の夢は、めいちゃんの夢は？めいちゃん。猫じゃないでしょ。私はめいちゃんのこと一番近くでずっと見てたから知ってるよ。シナモン。自分を信じて。めいちゃんが見えないところで頑張ってたの私は知ってるから。猫だとか人だとかそんなの関係ないよ。めいちゃんならできるよ。絶対にできるから。めいちゃんが自分のことを信じられなくても誰よりも私が信じてるから。だからもっと自分のことを信じてほしいよ。シナモン、どうしてそんなこと。ずっと一緒にいるって約束したでしょ。めいちゃんが私のこと親友だって言ってくれたでしょ。だから私もめいちゃんが困ってるなら手を引くよ。手を引くだけじゃダメなら背中を押すよ。私は一番近くでめいちゃんの隣で支えるって約束したんだから。めいちゃんが不安なら私が一緒に後ろで演奏するから。だから自分のことを信じて。私も一緒にめいちゃんのこと支えるから。うつむいてる顔なんてめいちゃんに似合わないよ。シナモン言ってくれるわね。うん、だって私たちは親友だから。親友は甘やかさないんだよ。そうね、そうだったわ。悪いとこ見せちゃったわね。でも二人のおかげでなんか吹っ切れたわ。ありがとう、本当に。お礼なんて言われることじゃないよ。私だってめいちゃんにも歌唱さんにも励ましてもらっちゃったし、それに私でもめいちゃんの力になれたなら嬉しい。
二人ともほんと謙虚ね。ちょっとはかっこいいところ見せなきゃ、顔が見せられないわ。私も頑張るから、一緒に頑張ろうね、めいちゃん。ええ、期待してるわ。一緒にいいステージにしましょう。もちろん、私すっごい練習するから。めいちゃんにも、歌唱さんにも恥をかかせないように。私の途中なんじゃなかったのかしら。わざとらしいわね。じゃあそういうことにしといてあげる。おせっかいなご主人様。ご主人様、めいちゃんがご主人様って言った。しぐれちゃんにも言ったことないのに。一応ね、一応を。保護者みたいなもんなわけだし。うわぁ、照れ、めいちゃんの照れですよ、歌唱さん。プルメイはほんとビビリだかんな。うるさいわね。いいから黙って見てなさいよ。かっこいいとこ見せて、その減らず口叩けなくしてあげるから。へえへ、せいぜい楽しみにしてますよっと。僕すっごく楽しみにしてるからね。メープルお姉ちゃんの歌もシナモンお姉ちゃんのピアノも聴けるの嬉しい。ショコラもめっちゃ楽しみにしてるよ。チームメイモンのレジェンドはここから始まったのであった。そのユニット名はちょっと…シナモンも親友らしくなりましたね。猫の成長は人よりもずっと早いですから。今日から猛練習するわよ。やるからには勝ちに行くわ。分かってるわね、シナモン。別に勝負に行くわけじゃないけどね。でも、やるからにはかっこいいとこ見せなくちゃね。言っとくけど、まだ一応営業中だからな。猫パラ。メイプル、シナモン、